漁師と農家の台所ル・マーレの紹介をしていきます。三原グルメタイム、広島おいしい巡りです。ルマーダは道の駅三原神明の里にあるレストランとなっています。三原のつくしを食べることができますよ。タコづくし、三原はタコが特産で、お刺身からタコ飯、タコ店に何かとタコを楽しめるんよ。道の駅三原神明の里の中のキッチンルマーダで好きなタコを食べれるよ。国道2号線のバイパスを走っていると三原神明の里が目に入ってきます。ここの道の駅瀬戸内海を見下ろすことができます。尾道方面を見渡すと島並海道まで見渡せます。瀬戸内海国立公園の竜王山などを見渡すこともできますよ。この三原神明の里ではタコ尽くしを味わうことができます。今回はタコのかき揚げうどんとタコ飯、そして三原水軍焼きをいただきました。タコ飯はタコがたくさん入っていて食感を楽しむことができますよ。コリコリとした食感を楽しめます。そしてかき揚げの方もタコがたっぷり入っています。ふんだんに使われており、とっても美味しいんですよ。三原の水軍焼きは味噌の味がよくついています。道の駅三原神明の里、売店もあるのでぜひ行ってみてください。眺めもいいので落ち着きますよ。広島おいしいもの巡り、三原神明の里、漁師と農家の台所ルマーダの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。